さあ池田が打つ、ちょっと昨日のゴールシーンをちょっと思い出すような、そうですね、いい形が作れてます。ここから池田敦樹、押し込んだ、97番池田敦樹のゴール。今日もパワープレーから先制です。レッドイーグルスから先制点奪いました。このコーナーですごいモーションちっちゃいパスで、かつスピードが速い、ホームゾーンに放り込んで、ここから拠点を作るというダンプという戦術です。さあ浜島打つ、歓声が湧く、失礼いたしました。さあこれでまた第1ピリオド、ブリッツが2回目のパワープレーのチャンスを得ます。2分間のマイナーペナルティー、おお、これ向き合った、杉本海のシュート、リバウンド、バックハンドで叩き込んだ大沢優斗。そうですね、このカズマのパスもいいパスでしたね。で、あっという間にパワープレーでゴール決めました。小林桃井が左からいい形、おっとこのリバウンドどうだ、守った、入倉がシュートに行こうというところ、解説者がこれから必要かもしれないさあ第1ピリオド残り35秒、松金大きく空いているところ、詰めればチャンスだった、はい、時間が経つにつれてちょっと腫れがちょっとひどくなってしまったので、今日お休みさせていただくという判断。遅れちょっといく、今いいシュート打ちましたね。いけ、よし、あ、ラウターのシュートでした。ここは入倉が取りました。ナイスブロック。さあもう一本シュート、中島。中島今日は右から攻めてますね。そうですね、多分ファープレー。さあ中島キャプテンに行った、橋本選手もキャプテンをしていた時期があります。さあ小林というか食べて、これが決まった、小林桃井から最後、入倉が最後触りましたかね。そうですね、ゴール前で多分入倉選手1点差に詰め寄ります。15番入倉大河のゴールでした。90番小林桃井、そして34番のさあ橋本涼にパスが渡った、あっとこれもワンタッチ、しかし富田よく守りました。し、はい、今の箕島選手もこう気づいたらもうあそこのスロットのエリアまでいたので、はい、さあこれチャンスになる、後ろから松金からシュートいった、決まった、ラウター、松金からラウターへのパスそしてラウター見事に決めました。さあリプレイ見ましょう。ここ鈴木ロイから松金選手、松金選手がバックハンドで出して、素晴らしいパスですね。鈴木ロイから松金、バックハンド、ラウター待ってました。橋本から、さあ中島に戻した、中島打つ、あでも右腕を伸ばしてスティック出した、止めた、ただこれはアタッキングゾーンからまだパック出せない、シュート行く、おっと飛びたキャッチ鋭い反応、いやこれ、はい、さあそのパワープレー守ったレッドイーグスがこれで流れをまた引き戻すか、おっとこれ入った、見事なシュート、木村のシュートでした。さあリプレイです、ここから戻して木村俊太が左に開いて、ゴール裏からもう一度見ていきましょう。盛り上がると思います。三島選手やはりこういうスケーティングで、ちょっとチャンスだ、うわっとこれは雲上のシュート、すごい先ほどからチャンス何回も作ってるので、はい、また得点の匂いもあるかなと思います。さあ富田が防いだ、いやしかしレッドアタッキングゾーンからパックは出せていません。さあパワープレー残り30秒切った、もう一度橋本涼、右に開いて中島翔吾、決まった、狙いすました中島翔吾のシュートでした。このプレー解説していただきましょう。いやもう再三中島選手ここからたくさんシュート打ってましたし、ね、まあ、
ただスクリーンが多分リクラ選手のこれで多分一瞬見えなかったと思うんで、さあグリッツここは守りたい。あーバックドアどうだ、守った。リクラ選手またあるじゃないですかこれ。昨日に続いて延長 V ゴールあるか、ラウターおーっと大沢が合わせていった。これは大チャンス、スティック折れた、折れた。高木健太、そして入ってきたのが中島翔吾。高木健太スピード乗ってるぞ、巻き込むか、中島翔吾クロスバーの上スタート。右から行きます、富田が前に出る、小林トイ決まった。まずはレッドイーグスが先行します。小林と、そして左に S 字を描いて成沢との勝負どうだ、決まった。池田が追いつく、池田のゴールで1対1。プレッシャーかけられます、相手にプレッシャーをかけることができる。杉本は左から行く、スピードがある、かわして決めたおっと決めて2対2に持ち込みたい。左から行く入倉15番、これは決まった。ファイブホールでいた、さすがの入倉。2人、富田と小林の頭に入っているでしょう。さあどうする、これは決まった。さあ小林トイが決めて3対2、決めればまだ PS 続きます。ここで止めた、ここで成沢が止めて、レッドイーグルス北海道がこの試合勝ちました。